翔平です、ここ東京で生まれて今もこうして東京に住んで絵を描いてます。東京という街は、狂ってます。正気じゃないっていうか、まあこれだけ人がたくさんいるんで、まあ狂っちゃうのは当たり前だと思うんですけど、いわゆるなんですかね、思いやりがあって礼儀正しいって言われてる日本人の本当薄皮一枚裏側にはなんか欲や嘘にまみれて陰湿で偽善的で孤独で醜い日本人の姿があると思うんですよね。まあ、一度朝の満員電車に乗ってみればわかると思うんですけど、あれを毎日食らってる人間がどれほどストレスを溜めてるかわかると思います。たまに乗ると面白いですけどね。でも1年に1回でいいですね。はい、そういった日本の負の一面を受け入れることが東京で絵を描く上ではとにかく大事なことだと思います。それを受け入れることで初めてかなんか客観的に見ることができて、本当の面白い日本の姿が見えてくるっていうか、そうするとやっと初めて日本をテーマに絵が描きたくなるですね。はい、街にあふれるもうバカな若者や交通渋滞とか警察官の姿だったり、えぐい街のネオンだったり、酔っ払いや喧嘩とか、とにかくあらゆる一面が刺激的で面白く見えてきます。はい、まあ綺麗事は絶対描きたくないんで、そういうマイナスな日本を目を背けずにしっかり見ていきたいな。そうしてリアルな感覚でこの面白い国を描きたいなと思ってます。はい、なとこかな。面白い国ですよ。